始まりは遠いモノクロの空、震える手を握った二人過ごした笑顔の記憶、同じ夢を見ていたね。守りたい人間の客がやってきた今日を祝って。ああ夢かこれは。頬を詰めて差し上げましょうか。それでね、その時ベルが助けてくれたんだよ。そうですか、ベルさんは本当に変わって、いえ、お優しいのですね。変わってってベルッチ、ベルッチって遠慮しないでどんどん食えよ。この近くで取れたものだ。地上じゃ珍しいもんらしいぜ。おいしいだろ。あの、さっきは思いっきり殴っちゃってすみません。なーに、お互い様だろう。あの、その装備ってやっぱり冒険者から。ああ、何も知らないで俺っちを襲ってきた冒険者の獲物だ。ベルッチたちもモンスターを倒したら爪や牙を持って帰るだろ。それはそうですね。人間の武器ってすげえよな。そこら辺に生えてる花や草なんかよりよっぽど切れるし硬え。俺っちたちには作れねえよ。おう、リド、こんなくだらないことはやめさせろ。所詮その者たちは人間だ。信じるに値しない。まだ言ってるのかよグロス。ベルッチたちがずっとウィーナのことを守ってたの、フェルスから聞いてるだろ。それでもお前らが納得できないって言うからあんな荒っぽいことをしたんだぞ。悪いな、俺っちたちもいろいろあってよ。ここに人間が来るって聞いてみんな神経質になってたんだ。いえ、ベルッチたちは他の冒険者と違うってあいつらも分かってるはずなんだけど。おい、それより本当なのか、お前らのことギルドが知ってるってのは。なあ、俺っちたちの正体がバレないよう手を回してもらったり、たまに武器や食料とかだいぶ前から助けてもらってる。ギルドっていうよりウラノスって神様とだな。ギルドにいる人間も俺っちたちのことは知らないらしいぜ。じゃあ今回リリたちが受けたここに来るためのミッションも、ウラノス様たちから持ちかけられて俺っちたちも飲んだ。同胞をかくまう人間たちを見極めるためにってな。ギルドの主審に試されたってわけか。でもベルッチたちのことを聞いてちょっと期待してたんだ。もしかしたら何かが変わるんじゃないかって。人とモンスターの共存だなんて、自分が何を言ってるのか分かっているのか、ウラノス。無論だ。人とモンスターが相入れないのは古代からの宿命だ。
れなのに。ゼノスは本能のままに襲いかかるのではない、人との対話を望んでいる。その爪と牙ではなく言葉と理性を持って訴えているのだ。地上に出たいと、子供たちを、人間を知りたいと。理性を宿すゼノスはモンスターにさえ襲われる。阻害と排斥だ。彼らの居場所は迷宮にも存在しない。モンスターであるから葬り去る選択は容易だ。しかし彼らは意志を備え、それを伝える術を持っている。我々の子供たちと同じように、彼らの慟哭を受け付けず滅ぼすことはもはや私にはできそうにない。本気でモンスターとの融和を図るつもりかい？ああ、だが子供たちとの共存を目指すのであれば、我々はモンスターの存在意義を問いたださねばならない。つまり人間にモンスターの存在価値を認めさせる架け橋がベル君たちだっていうのかい？それを見極めたい。共感はするよ。でも今の立場が知れたら、僕の眷属はこの町から居場所を失う。ゼノスと同じようにね。承知はしている。全ては私の独断だ。そうか、気づかれたか。申し訳ありません。尾行を悟られたようです。なかなかの勘の良さじゃないか、イケロスの子は。ディックス・ペルディクス、二つ名はヘイザー。ファミリアの団長にして10年前の時点ですでにレベル4です。それで彼らは？チリジリに逃げられ、追い切れませんでした。地上に戻っているのか、あるいは遠くないうちに何か仕掛けてくるぞ。中層から目を離すなよ。いや、腹立つ。あのままリトルルーキーどもを尾行できりゃ化け物どもの巣も見つかったのに。仕方ねえだろ、ヘルメスファミリアを巻くので精一杯だ。あのクソが妙手引っ張りやがって。しかし面倒だな、化け物の密輸がバレてるとなるとギルドまで相手にしなきゃならなくなるぞ。どうするディックス？あそこで仕掛けてこなかったってことは戦力はこっちが上だ。それにやめられるかよ、こんな面白いこと。狩りは続行だ。これはまた予想の斜め上を行く展開になっているようだ。フェルズ来たか。フェルズ、ウィーネ君やゼノスのことをヘルメスも知っているとして、他は僕らだけかい？いや、神々ではもう一柱、ガネーシャも。ガネーシャ！俺がガネーシャだだだだだだ。じゃあもしかしてモンスターフィリアは？そうだ、モンスターに対する人々の抵抗を緩和させるためガネーシャに依頼して開催させている。協力を得るため彼には全て話した。嘘だろう、今日聞いた中で一番驚いた。ああ見えて口の固い神だ。しかしそんな前からモンスターと人間の融和が計画されていたとはね。まずは初めましてと言っておこう。私はフェルツ、ウラノスとリドたちゼノスの連絡役を主に務めている。この7日間君たちと竜の少女の行動を見守らせてもらった。あなたが？フェルズはあちこちに目があるんだ。これで俺っちたちともいつでも連絡ができる。フェルズ様もモンスターなのですか？いや、フェルズは人間だ。正しくは元人間だ。え？君たちにも見せておこう。おい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 、モンスタースパルトイ！言っただろう、元人間だと。それってどういう？フェルズは賢者さ、すげえ魔術師なんだ。賢者ってかの魔法大国で賢者の石、永遠の命の生成にただ一人成功したというあの賢者？おお、その賢者じゃねえかな。そう、私は賢者と呼ばれた者の慣れの果て。無限の知識を求めるあまり永遠の命に執着し、
不死と蘇生の秘宝を編み出したものの、生きる亡霊と化した。今は愚かなる者フェルズを名乗っている。ウラノスの下で時代の趨勢を観測させてもらっているのさ。リドたちと私が接触したのはもう15年以上も前になる。我々は彼らをゼノスと呼び、同じ名前の共同体が作られた。ダンジョンで生まれた彼らの同胞を保護し、共に暮らすための組織だ。それからは他のモンスターに見つからないように迷宮の中を移動しながら共に暮らしているのです。新しい同胞を探しながら。共に暮らすって、このルームからはモンスターは生まれないのですか？お、いいとこに気づいてね、リリッチ。リリッチ、ここは冒険者に発見されてない未開拓領域で、モンスターも生まないセーフティーポイントなんだ。俺っちたちは隠れ里って呼んでる。ダンジョンはいくつかこういう場所がある。そうだったんですか。うん、ここにいるゼノスは40体ほど。中でもリドやレイ、グロスはサイコさんメンバーだ。じゃあお前が盗賊なのか。ああ、そして一番強いのも俺っちだと言いたいところだけど、最近仲間になった新入りにあっという間に抜かされちまって。そうなのか。今も真相に一人で武者修行に行っちまってる。ますます強くなるつもりだぜ、あいつ。でもフェルズ様、あなた方はなぜゼノスの方々を支援されるのですか？彼らの立場で支援が必要な理由がありません。危険はあれど、このダンジョンで十分生きていける。フェルズ様とつながることでゼノスの方々は何を求めているのです？地上への進出、それが私たちの願いです。夢を見るんだ。真っ赤な光がでけえ岩の向こうに沈んでいく夢を。ここにはない空が赤くないちまうくらいに赤く染まっていって。それって夕焼け？地上に出たことがあるのか？いや、一度もね。だから俺っちはひょっとしたら、前に生きてた時は空の見える場所にいたのかもな。前に生きてたって。ベルッチ、ウィーネはすぐに言葉を覚えたんだろ？はい。ここには喋れるやつも喋れないやつもいる。喋れるやつはなぜかあっという間に言葉を覚えちまうんだ。それこそ前に話していたことを思い出すみたいに。体が寒くなっていくの。胸に穴が開いたみたいに空っぽになって、あの人たちがすごく綺麗に見えて。強烈な象形、彼らが胸に秘める思いは様々だ。だが人類、あるいは地上への強烈な憧れだけは共通している。俺っちはあの夕焼けがもう一度見たい。私は光の世界で羽ばたいてみたい。誰も抱きしめられない翼の代わりに、愛する誰かに抱きしめられたい。分かってるんだ、俺っちたちは日陰者だ。中途半端で人からもモンスターからも嫌われる。この場所だってもしかしたら俺っちたちのために母ちゃんが用意してくれたんじゃないかって思うんだよ。母ちゃん？私たちを生んだダンジョンのことです。私たちは同族に襲われ命を狙われる。ですが同時に母なる迷宮によって存在することを許されている。そう思うことがあります。だからさ、今日ベルッチたちと会えて嬉しかったんだ。協力してほしいとかそういうことじゃねえんだ。ただ俺っちたちを受け入れてくれる人間がいたってことが。ベルッチたちに出会えてよかったぜ。ウラノス、最後に一つだけ質問させてくれ。なんだ？ダンジョンで一体何が起こっている？彼らゼノスが生まれてくる理由を知っているのか？モンスターは死後どうなると思う？なんだって？子供たちの魂は天界へ帰り、再びこの下界で生を受ける。
ではモンスターの魂はどこに向かうと思う？まさか。モンスターの魂は母なる迷宮へと帰り、そして再び姿形を変え迷宮の奥で生まれ落ちる。モンスターの輪廻転生。これは憶測に過ぎん。しかし私の確信でもある。幾千の歳月と無数の生まれ変わりを経て、積み重なった願望と未練が魂の在り方を変えようとしている。一体なぜ？モンスターの強い憧憬か、あるいはダンジョンの意志か。今日は本当にありがとうございました。会えてよかったです。こちらこそ。ベルッチ、これ知ってるか？モンスターの魔石。俺っちたちは問答無用に他のモンスターから襲われる。俺っちたちも生きるためにモンスターを殺す。こうして魔石を食って強化師として力をつける。だからモンスターを殺すことをためらわないでくれ。俺っちたちに気を使って迷わないでくれ。躊躇したらベルッチが死んじまう。絶対死なないでくれ。また会いたい。ベル、楽しかったね。一緒に帰ろう。お前はこっちだ、ウィーネ。やだ、殺してよ。ダメだ、お前は俺っちたちと一緒だ。お前が一緒にいるとベルッチたちが泣く羽目になるんだぞ。地上でひどい目に遭ったのでしょう。それが今度はベルさんたちにも向けられるようになってしまう。俺っちたちはまだ地上では生きられない。でもここならお前をいじめるやつもいない。一緒にここで暮らすんだ。ベル、私。じゃあな、ベルッチ。ベル会えるから、また会えるから。帰りました。おかえり、ベル君。みんな、神様、ダンジョンって何なんですか？ダンジョンはダンジョンだよ。そろそろ出発しますよ、ウィーネ。遅いぞ、ウィーネ。先発隊との合流時間に間に合わなくなってしまう。ごめんなさい。ありがとう、ボー。グズグズするな。移動中何が起こるかわからん。新たな里に着くまで絶対に気を抜くな。はい。どうして里を移動するの？誰かに見つかっちゃったの？万が一の襲撃を警戒して場所を変えるんだ。それに同じ場所にずっといると食べるものもなくなってしまいますし。そっか、ミコトのご飯美味しかったな。大丈夫ですよ、あの地上のお方、ベルさんたちにはきっとまた会えます。まだそんなことを言ってるのか。あの人間どものことは忘れろ、ウィーネ。お前にとって害にしかならん。ラーネはベルたちのことが嫌いなの？ベルも春姫も神様も優しかったよ。そんなものはただの気まぐれだ。無知なんだお前は。人間たちの残虐さも狡猾さも分かってない。ウィーネ、聞こえる。誰かの泣いてる声が。助けてって。同胞の声なのか？すごい苦しんでる。すぐ助けてあげないと。どうしますか、ラーニエ。この様子では一刻を争う。行くぞ。
私にも聞こえる。グロス聞こえるか。新しい同胞を救出に行く。合流地点で待っていてくれ。待て、ラニ、お前たちだけでは危険だ。すぐに応援に行く。この声を聞かせられては待ってなどいられん。ラニ、ダメだ。罠の可能性が。本当に泣けるじゃねえか、モンスターってのはよ。うん、冒険者、待ち伏せ。まったく狙い通りだぜ。耳のいいビーブルをおびき寄せるにはギャーギャーわめくセイレーンがもってこいだ。グラン、中身が売り物になるモンスターだったらどうする？悪いディックス、つい思ったより少ねえな。拍子抜けだぜ。こりゃ使う必要はねえか。よし、借り。次回、イケロスファミリア。